ジョン・アーリ、ジョン・アーリはイギリスの社会学者、ランカスター大学社会学科教授、スコットラッシュとの協調や観光社会学の研究、さらに2000年以降は移動の社会学によって世界的に知られている、ロンドン生まれ、ケンブリッジ大学で経済学を学んだ後、1972年に同大学大学院で社会学の博士号を取得、 1970年にランカスター大学に赴任。社会学科の講師、助教授を務める。1983年からは1989年まで社会学科長。1989年から1994年まで社会科学部長。他に、スモア所長、英国ロイヤルソサイティオブアーツフェローなど。アーリの当初の研究関心は国家権力。 革命の社会学的分析にあり、ランカスター大学に不妊以後、ラッセル・キートラと共に、批判的実在論に基づく社会科学の方法論の研究に従事すると共に、アルチュセール流の構造主義、ネオ、グラムシ主義などの批判的検討を進めた。1980年代に入ると、以上の理論的知見をベースに、次のような複数の研究領域に関心を広げた。 都市及び地域の実証研究による社会空間論、地域経済論西側資本主義社会における経済、社会変動の分析観光産業、消費者サービス業の成長がもたらす、経済、環境、文化的変容の分析1990年代以降は、自然の社会学、環境社会学にも研究関心を広げるとともに、以上の研究が、 場所をキーワードに論じられるようになる。さらに2000年以降は上述の場所性に加えて移動や複雑性を焦点にしてそれまでの研究をつなぎ合わせるような動的な理論構築に努めているが発達することでツーリストの日常生活空間と観光地とが空間的に断絶したものとして経験されるようになった。そしてこうした空間の断絶によって 観光地の景観を一方向的かつ客体的に消費する対象として捉える視線が広く生まれることになったのである。この視線は対象とは別の地平から眼差しを投げかけることで成立するものであり、対象に一方的な意味付けを行うものであった。この観光の眼差しは観光地を全近代の未開の自然とする視線を浴びせることで、 近代産業社会のツーリスト自身を秩序だった近代人として再確認させることになった。すなわち、観光の眼差しは、混沌、秩序と同型の自然、文化の二分法を再生産する装置としても機能したのである。アーリーは日本でもよく知られており、例えば、山本哲氏は、リュック・ボルタンスキーや、スコット・ラッシュと共に、ピエール・ブルデューや、 アンソニー・ギデンズによる対流した社会理論の次元を超える思考を紡ぐ研究者として高く評価している。北田明大は社会を超える社会学に対して具体性と抽象性を横還する中で理論が生成していく現場を読者は目撃することになるスリリングであると同時に論争的でもあるなどと論評している。また、地理学や カルチュラル・スタディーズの研究者からもしばしば参照されている。研究者以外でも幅広い読者層を得ており、例えば小説家の高村香るは自動車移動に焦点を当てたアーリーラの共編著書、自動車と移動の社会学を人間の未来をかいまるような社会学の最前線として評価している。さらには2010年の今年の三点にも選出しており、20世紀を生きた ものなら誰でも身体感覚として持っている感覚を初めて言葉にしてもらった驚きなどと表している。ありがとうございます。